はい、どうも花見です。では本日もテニゴをやっていきます。では落ち着き3つの第1話目からやるって言ったんで、その通りに行きましょう。レベル3の1話目、手塚と手塚通るんか、静かそう。今日も始めるか。でけでけ毎回思うな、画面見切れとるやんか、頭全部映っとらん。おはようございます。でっけえな、手塚が普通なんだよな、手塚が小さく見えちゃうよ。ああおはよう、お前もトレーニングか。気合いそうだな、二人黙々とやるタイプで。そうです、もしよろしければご一緒してもいいでしょうか。いや手塚ってでかいよな、179とかなかった手塚って。なのに小さく見えるな。ああさして相乗効果があるかはわからないが構わない、まずは柔軟からだ。一言多い、一言多い、いいだろ別に構わないで。ありがとうございます、よろしくお願いします。さしてって言いたんやろな。ひたすらにさしてが言いたいんかな。もう少しふくらはぎをしっかりと伸ばした方がいい、ゆっくり押してやろう。あー、まあ柔軟は確かに二人でやった方が押してくれたりするしね。お願いします。いいね、柔軟や準備運動が重要なことはよく分かっているつもりでしたが、入念にするんですね。朝はまだ体が本調子ではないからな、ゆっくりと起こしてやらなければ。うん。朝のルーティーンとして他にも何かされているんですか。他に、そうだな、もともと好きだというのもあるが、これも体を目覚めさせるためにと思って水を飲むようにしている。ああ、せやな。その水には何かこだわりでも。こだわりと言えるのかはわからないが、名水は好きだな。さまざまな場所のものを飲む。ねえ、ここがいいとかはないんかな。名水。名水。あ、そう、山の子だ。山の子だったな手塚は。山といえば水だ。確か負け組が練習していた崖の上には岩清水があったと聞きました。ああ、確かに。ん、この近くにそのようなものが。あ、ご存知なかった、初耳な。あんまり会話しないからそういう情報も入ってこないかな。おちさんはもしよければですが、え、トレーニングの後岩清水を探しに行きませんか。何やって。山行きたいだけやろ手塚それ。崖の上登山したいだけとちゃう。お前も水に興味があるのか。山でしょ。ないことはないですが。俺の場合登山が趣味でして。ただ登山したいだけの人。ああ、なるほど、崖に登りたいんだ。崖に登りたい手塚。ええ、そういうことです。利害関係一致じゃん。ではまずはトレーニングを終わらせなくてはな、専念しよう。ちゃんと組むボトル持ってかないとね、岩清水。はい。そういう関係か、なるほどね、まあ、確かに山には水があるし、水といえば落ち先輩で、山といえば手塚で、2人とも意外と趣味が合うんかもしれん、好きな場所一緒かもしれん。あ、ジュザブがいるけど、あ、やったね。まあちょっとオチさんが出てくるまでそこまで飛んでいきたいと思います。さあ行くぞ。はい、後日談5日目の夕方にやってきました。こんな時間に山行くの、夕方から。今日暗なったな。え、なんで銀さんおる。修行しとんのか銀さん。行きましょう。登山が趣味ということは負け組のトレーニングも気になっていたんじゃないのか。それはあるだろうね。合宿所よりさらに山奥で練習していたからな。うん、知ってんだ、それは知ってんだね。おちさん、場所もそうですが、彼らが合宿所に戻ってきた時顔つきが変わっていました。おちさんって負け組になったことないよね。なさそうだよね、ずっと勝ち組っぽそうやけどね。平等院だってさ、一回崖送りされとるしさ、で徳川さんだって崖送りされとるやん。
だから高校生も一度はあの一連の流れやったことあるってことだよね。でもおちさんはね、やっぱ勝ってそうなイメージあるからね、合宿所にずっといる感じだよね。それだけ厳しい特訓を受けてきたんだろうと一目でわかるほど。おー、手塚もわかるんだ。なのでその特訓内容も含めて気になりましたし、正直少し羨ましいと感じました。まあ手塚はストイックに柔道コーチの試練受けそうだな。これも楽しいみたいな感じで。そうか。もちろん勝ち組のトレーニングも素晴らしいものでしたから、うん、贅沢なことを言っているとは分かっています。そうだね、勝ち組だっていいところだけど、でも負け組は強制的にやらされるからね。生き残るために死活問題だったから強くならざる得なかったってのもあるよね。勝ち組はちょっと環境が良すぎて、手塚みたいな性格の人じゃないとちょっと怠けちゃう感じはあるかもね。それも強くなりたいという気持ちゆえだ。何も気にすることは、ね、両方やりたかったやな手塚は。ありがとうございます。そろそろ日が落ちてきましたね。え、大丈夫こんな時間に行って山遭難しちゃうぞ。そうだな、残念ながら岩清水は見つからなかったが。そうなの？もう戻った方が良さそうだ。聞いてから行こうよ。真田あたりから聞いてから行こうよ。負け組の人から岩清水の場所聞いてから行けばよかったよ。お二人さん、岩清水を探してはるんですか？なんでいるんだよ銀さん。石田、一人で山に？うん。ああ、修行が終わったんで今から合宿所に戻るところや。修行けど、岩清水やったらちょうどさっき見つけたで、案内しようか。修行について誰も突っ込まねえ、すげえ世界線だなここ。いいのか修行って何みたいな。普通だったら思うけど、ま、もうみんなすごいな、みんな受け入れ皿がすごい広いな。頼む。岩清水のことしか考えてねえもんな、修行みたいな思うけどな。ほらここや。お、ほう、綺麗な水だ。試しに飲んでみるか。湧き水。はい。お、美味しそうやね。ではわしも失礼して。ああ、これはうまい。持ってきたボトルが無駄にならなくてよかった。何リットル、2リットルボトル持ってきたかな。石田、礼を言う。おい。いえ、わしが見つけたのもたまたまですから。しかし喜んでいただけたならよかった。マジおもれえなこの3人。手塚も岩清水のことを教えてくれたことはもちろんだが、誘ってくれたことにも感謝する。今度からここに組みに行こうぜ。おそらく一人なら来なかっただろう。さして興味ないからな、ダメだよその姿勢。それは俺もです。おかげで今日はいい気分転換ができました。山登れたしね。そうか、それは良かった。誰も石田銀の修行について突っ込まなかったな。修行ここでみたいな。誰も突っ込まないな。あ、いた、いました、おちさん。アトベさんのレベル1のレベル6の1話目があるけど、もうこれ見たのでね。じゃあ早速最後のお話いこう。乾貞治来てんじゃん。また機会があれば登山でも声をかけてくる。マジいいの登山でも。わかりました、ぜひそうさせていただきます。マジ登山に興味まで。わしも途中からですが、話し相手のオルゲさんは大層楽しかったです。またご一緒させてください。え、その修行はどの頻度でやってんの？絶対山でやってんの？山で何してんの？滝行か。滝行やってんのかな？もしかして。そういうことか。ああ。そういうことか。ああ、おち先輩、ここにいらっしゃったんですね。石田銀の修行のことばっか気になっちゃう。岩清水に興味を持てや私って感じだよね。なんだ。おち先輩が今日はこれを探していたと聞いてお持ちしましたよ。ん？これは何？岩清水です。それじゃねえんだよ、それじゃねえんだ。
それじゃねえんだよ。聞いてるかい、乾。乾、それは違う。漢字の方の岩清水探してんだ。それは絶対に先輩に差し上げたらあかんものや。先輩を殺す気か。イワシが刺さっているが、これはどういう飲み物だ。そもそも飲み物なのか。よくもまあ 3歳も上の上級生にそんな物騒なもん差し出せるメンタルあるな、お前は。学力向上が期待できる飲み物ですよ。確かにね、確かに。確かにオメガとか入ってるだろうからね、青魚のいいところ。手落ち先輩はこれをご存知の上で探していたんじゃないですか。落ち着き、月光めっちゃキャトーンしとる。これはだから乾、俺たちが探しに行っていたのはそれではない。そしてその話を誰に聞いた。それな、毛利先輩だ。え、俺を差し置いて中学生と行くなんて、とかなり羨ましがっていましたよ。かわいすぎる。ジュザブかわいすぎる。いつものことだ、さして興味はない。いつも一緒じゃないと寂しいじゃん。寂しいんだな、ジュザブは。とにかくせっかく落ち先輩のために用意したんです。ぜひご賞味ください。飲む、飲む。そうか。え、飲むの本当に。いえ、絶対に飲まないでください。しばらく練習に参加できなくなります。それ毒やん。ね、マジでさ、乾貞治さ、もっと怒られていいべき存在だよね。もう体が資本の人たちに対してやっちゃいけねえ行為をしすぎだよ。手塚藩の言う通りです。いや、マジで全面禁止にした方がいいよ、乾貞治。いや、しかし行為を無下にするのは。何その残念そうな顔。何それ、優しすぎんか。ダメです、絶対に。そこまで言われると、え、かえって飲みたくならないか。わ、おちさんはそういうタイプなんだ。止められるとやりたくなっちゃうタイプなんだ。お願いします、俺はおち先輩には明日もテニスをしていてほしい。めっちゃおもろい、めっちゃおもろい。そんな手塚にこんなこと言わせんの、めっちゃおもろいな。わしもです。明日まで支障出んの、その場限りの体調不良じゃなくて明日まで響く。この二人がこれほど危険視する飲み物とは。飲んでみたいね。恐ろしい飲み物、いや恐ろしいやつだ。乾貞治。乾貞治のストーリーになっちゃってんじゃん。おい、オチ月光の話なのに乾貞治の話になってんじゃん。いや、マジおもろ。何してんの乾貞治。突如として3話目だけ登場して爆弾落としてったよ。でもオチ先輩、一回は飲んでみた方がいいだろうね。その体験してさ、人から止められるだけでなくてさ、体験して知るを、そんで乾貞治という人間の危険性をちょっとね、体で思い知った方がいいよね。止められるだけだとちょっとよくわかんないよね、そんなにみたいな。まあ、色汚ねえけど、汁の色だけど、なんかいけるんとちゃうみたいな。みんなが言うほど、俺みんなが言うほどじゃなくないみたいな、思いそう、思っちゃいそう。逆に飲んでみたいって思っちゃいそう。いつか飲んでくれるかな、おち先輩。ナンパの王子様ではね、ナンパ成功できてたからさ、汁も悪と飯もさ食してないからね、おち先輩は。いや、いつか飲んでみてほしいですね。じゃあちょっと壁打ちゲームをやっていきたいと思います。準備はできている。あっ、騒ぐようなことではない。終わった。はい、さあ行くぞ。はい、後日談6日目のお昼に飛んできました。ようやく君様の最後の話が
出ましたので、入江かなたも参加してんだけど最後のお話見に行きましょう。レベル3の3話目です。テーブルセッティングはこれでよし。いや、テーブルセットっていうか、これもう茶会やん。あの和の茶、茶道の方の茶会の赤い布やん。さすがにバラはありませんが、サザンカが咲いていてよかったですね。風情があります。わ、本当にやるんやね、ここで。さて、これでティーパーティーの準備は整いました。うん、あとは水木くんと柳生くんが自主練を終えてくるのを待つだけです。そんな高校生が準備してくださったんですか？優しい。本当に楽しいんだろうね、そのティーパーティーが。キミ様がこうやって率先して自ら準備する。すごい。あれ、君島？あ、呼び捨てなんや。あ、まあ、そうだよな。でも徳川くんはくん付けだけど、君様は君島なんだね。おや、入江くん、こんなところで何をしているんです？それはこっちのセリフだよ。何このテーブル。テーブルズリズリ持ってきたんかな、君様。これからティーパーティーをするんですよ。水木くんと柳生くんを招待してね。へえ、いいな。茶菓子が出るなら僕も参加したいな。チョコチップクッキーとかね、甘いものに目がないですから。構いませんが、ただでというわけにはいきません。え、なんか参加条件があるんですか？君が持っているその紙袋、商店街のカフェのものではありませんか？そうなの？さすが、よくわかったね。何買ってきたんすか？新作のマロンシュークリームを買ってきたんだ。人数分あります？では交渉です。くださいと。そのマロンシュークリームをお茶菓子として提供していただけるのなら参加を許可しましょう。茶菓子が出るなら参加するって入り言ってんのに、自分の茶菓子提供するんかい？そう言われると思った。人数分あるかな？みんなで食べようと思ってたくさん買ってきたから大丈夫だよ。ああ、よかった。交渉成立ですね。いいタイミングだね。お茶も飲めるし最高。君島さん、お待たせしました。おつー、遅くなってしまってすみません。お疲れ。中学生の方がなんか練習長いんか。自主練か。自主練、君高校生は自主練よかった？中学生は自主練してるけど、高校生は自主練よかったのかな。二人とも自主練お疲れ様。すごいな、勤勉だな。おや、入江さんもティーパーティーに参加されるのですか？うん、たった今決まったところだよ。お邪魔してもいいかな？遠慮すな。今さら遠慮すな。ねえ、もちろんです。お持ちの紙袋は商店街のカフェのもの。なんでみんな目ざといな。みんな中身はマロンシュークリームですね。いや、みんな目ざとすぎる。当たりだよ。もしかしてさっきの話聞こえてたの？うん。おや、もうすでにお話し済みでしたか。あ、聞いてなかった。周辺地域の情報も僕のデータのうちですので。あ、そういうことね。あそこで新発売し、マロンシュークリームが新発売したっていうのももう収集済みだということですね。何の情報を仕入れてんだ。テニス以外のデータも収集しているとは。もうすごいな。その知識いるんかな。インスタ見てんのかな。ちょっと悔しいな。僕にはみんなに披露できるネタがないな。いや、もう十分だよ。存在だけで十分だよ。それはどうでしょうね。え？ま、あえて追求はしませんよ。それよりも飲みましょう。ティーパーティーの開幕です。楽しみましょう。マジ君島本当に楽しいんだろうね。なんかこんなに誰かといることに対して喜びを感じてる君島初めて見るかもしれんな。すごいよな。なんか原作ではさ、まあ、遠野さんと一回ペア解消するために膝のお皿割ったりとか、そのあんまり人と接してるイメージがないけど、でもガシマとは仲が
仲がいいっていうか、まあ、あれはガシマのコミュ力の強さやけど、種ヶ島と話してるところは見たりとか、でもその他の人とで、あと中学生と絡んでるっていうのはやっぱ原作ではほぼないから、まああの、ね、白石とダブルスは組みましたけど、でもあれも試合だからっていうのがあって、プライベートであんまり接してるイメージがなかったけどさ、こうやって茶会を開くことに関してはさ、マジやんめっちゃ楽しそうやん。ちょっと話長くなるんで一回壁打ちしてきます。さて始めようか、まずまずの結果といったところかな。はい、ということで本日は落ち着き密の話と君島さんのストーリー、これ両方回収ができました。でまあこの一周は一旦これで終わりたいと思います。でまた1日からねやっていこうかなっていう感じで、やっぱ全員はどうしてもできないので、やっぱちょっとこの人見たいなとか、あとアトメさんのレベル、向上心レベルまだ回収していないところがあったり、あとペアシナリオも狙っていきたいんで、まあ、そういうのを回収していきたいなと思います。いやもう落ち着き道と君島さんの話超おもろかったやっぱりテニゴってさ、通常エピソード超面白いよね。まあ、回収することだるかったりとか、あの壁打ちゲームちょっとだるいなとかは正直なところ思ったりとかはしますけど、でもフルボイスやからやっぱり感情が伝わりやすいっていうのもあって面白いひしひしと感じ取る、普通にまんまとハマっとるテニゴーに。はい、では今日はこれで終わりたいと思います。よかったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してくださると嬉しいです。はい、では今日はこれで終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。